ここはキャッスル。今日も控室ではネオジェンヌたちが本音でガールズトークを繰り広げる。ネオジェンヌの本音でガールズトーク、有名キャラが集う店のまき。その話面白い。何の話？主人公顔ないよ顔。大変、プレイヤーの人に設定してもらわないと。よし完璧。声もいつもと違わない？大変。これ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 。主人公さん、身だしなみはネオジェンヌの命ですわよ。顔って言えば、昨日来たタキシード仮面ってどんな顔してんのかな。バラ攻撃はとっておきの私の技。意外とこんな目かもしれませんね。やめて、きっとこんな美しい目ですわ。ジュリアさん、普段メガネを外さない男は大概こんなもんですよ。やっぱイケメンは早見さんじゃない。さあ来い、ネオジェーンヌ。でもあの方ほとんど白目ですわよね。いつも何かに怯えてますよね。私は金太郎さんの熱いハートが素敵だと思いますわ。サラリーマンをなめんじゃねえ。でもいつもお店燃やしちゃいますよね。私は千秋様かな。かっこいいけど。クラブハウスサンドにエスプレッソ。こういうとこちょっとめんどくさくない？私は木道さんかしら。そうだな、会話にも高度な戦略が必要だ。よくわかんないけど深い感じのことは言いますよね。あなたたち好き勝手言ってるけど、皆様大事なお客様ですわよ。ジュリアさん、カイトさんがいらっしゃいました。はい、ただいま。いいなあ、ジュリアさん人気者で。なんだか羨ましいわ。ジュリアにモグロさんを送り込もうかしら。私の取り扱う品物は心、人間の心でございます。レーナさん黒。どこか欠点があるのが人間である証拠ですよ。ガールズ RPG シンデレライブ3月8日発売。世界が幸せになるわ。